体どれくらいですか。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は某日朝活デーということで、朝7時から何やってんねんって感じですけど大好評の皆さんの質問に答えてみたシリーズもついに第3弾になりました。ねえ、ね、すごい好評で嬉しいです。今日もどうぞ M さんよろしくお願いします。はい、ヨウさんから。はい、いつもありがとうございます。ツーリングの時のガソリン代は、はい、ショーゴズ SVJ とトルデンサーの SV 合わせて大体いつもいくらかかっていますか。あ、観音崎とかその結構遠いところまで行くと片道でガソリンがほぼ全部なくなるんで、うん、で大体簡単に換算するとこの車ガソリン満タン入れて1万円なのね、うん、だからまあ往復で車でまあ 1.5 万ぐらいかな。だから2人で3万ぐらいですね。おー、結構行きますね。トンネルバッジにするともう確実にもっと高くなる。では次の質問、大道さん。はい、ありがとうございます。普段乗りしている車は何ですか。あ、普段乗りは多分メルセデスベンツの SL6 の AMG RB30 型ですね、が普段、まあ、病院に行ったりするときに乗ってます。あれも結構爆音仕様になってるんですけど、まあもうなんだかんだ13年ぐらいの付き合いの車で。そうですね。よくさっきよりも行ってます。よかったら動画を貼り付けるので、はい、ご覧ください。やっぱり
和樹さん、今まで見た車で一番濃い車は何ですか？この前 の SCJ の時に見た F40、 これ名前だしって言われてるんで、佐藤先生の F40 とランデブした時と、あとブガッティのメイロンがあったり、ケーニングゼンカ、あの3台見た時はマジで本当に日本でこんな綺麗な個体が走ってるんだって結構感動しました。いやいいな、私がいなかった回ですね。仕事でしたね。残念でした。悔しい。あれは感動しました。いいな。総額いくらよみたいな。まあ3、4億や4億ぐらいかな。すごいよね。値段つけられない。では次の質問いきます、はい、JB007 さん、はい、年収は大体どれくらいですか？それ聞く。ダイレクトすぎる。まあ総理大臣の2倍ぐらいだと思ってください。はい、そういうことです。ふわっと答えてきます。はい、じゃないとまた低評価膨らむ。では GTR35 さん、はい、はい、フェラーリとポルシェどっちが好きですか？好き嫌いを言うとまたいろいろ不器用感も出すんで、うん、それぞれの良さがあるから ね。街乗りだったらフェラーリ、なるほど、サーキットだったらポルシェかな、なるほど、わかりやすい。ちょっとトンネルなんで